ラドライバーボブヨッシュ、ドライバーのボビちゃん営業中。帰ります。https://url。
はるちゃん、お疲れ様です。歌ってくださいませおじき。お疲れさんです。ドライブマイカー見てきたんですよ。3時間。はるちゃん、映画ですか？そう。アカデミー賞に作品賞ノミネートされたっていうやつ。日本の映画で初めて。ひゅー。早いな。結構でもすごかったな。最後までシーンしてた。はるちゃん、3時間も汗汗私なら途中で眠ってしまう嬉し泣き。眠たくなるような映画じゃなかったんですよね。なんかね、まあ、人生について考えさせられるっていうんですかね。特に男と女について考えさせられるみたいな、ね、中年男女の話、若い子の話じゃなくて中年男女の話っすね。あれはね。はるちゃん、いやらち。うん、ちょっといやらしいとこもあるんですけど、まあ日本の監督じゃないと作んないような映画だなって気はした感じですけどね。今頃アメリカの映画会社タバコバンバン吸ってるとことかね、ああいうシーンは絶対に撮らないし、アメリカのメディアがしないことをしたって感じでしたけどね。いろんな人種の人混ぜたりして、まあ、力作は力作でしたね。ちょっと最後分かんなかったからちょっと解説の YouTube を見たんですけど、もっちゃんねるさん行く前にもね、何本か映画のあの解説とかをしてる YouTube 見て行ったんですけど、だからね、まあ見ないと分かんないもんいっぱいあるからね、まあ、ある程度のあらすじっていうか、ああこう言ってたなっていうのが分かる方が、何も見ないでいくともう一回見直さなきゃってなっちゃうしね。そんな感じで予習っていうほどでもないけど、まあ大体こんな映画なんだなっていうのをね、まあ見てから言ったんですけど、最後ちょっとね、韓国のシーンが出てきた時はちょっとわけわかんなくなって、もう一回そのもっちゃんねるさんを映画を見た後にね、最後のシーンについてっていうところからちょっと見たんですけどね、映画を済んだ後。なんとなく言わんことしてることはね、ちょっと分かったっていうか、見に行く前もなんかそういや言ってたよなっていうところはあったんですけど、全然分かんなかったんですよね、そこは。見てないからね、もちろん。で、映画の最後の場面、見ても分かんなかったから、あ、これどういう結末だろうって、なんか隣に座ってる人とかにも聞いたんですけどね、いや分からんとか言って。奥深い最後の。いろんなメッセージが込められているっていうところがちょっとね、最後飲み込めなかったから、出てきて車で走る前にね、ちょっと YouTube 見てたんですけど、そしたらなんとなく分かった気がしました。あ、そういうことだったんだな。読解力とか読む力っすよね、本当ね。はるちゃん、ボビちゃんがちんぷんかんぷんだったら私余計にちんぷんかんぷんだ。いやそんなことないっすよ。俺ちょっとちんぷんかんぷんすぎるからね、動画作ってもちんぷんかんぷんだし、 TikTok の動画ってね、発想が浮かばないですよ俺全然。その分ではもう俺の日じゃないほど長けてるじゃないですか。結構ちゃんと TikTok の動画だって伝わる部分
あるじゃないですか。俺なんかね、あの飲み込めないんですよね、うまいことこう構成っていうか。TikTok の、ね、あの動画ってどうやって作るんだろうなと思って、パパパッとこうひらめかないんですよね。いやもう編集動画は嘆き節ばっかりになっちゃうしね。編集じゃないやつはもう完全にぶっつけ本番のライブ垂れ流し配信になるし。悪いとは思ってないんですけどね、悪いとは思ってないですよ、そういうのもありじゃないのっては思ってるぐらいなんですけど、ただね、ひらめくかとかね、こう読めるかっていうとかなかなかね、深読みがなかなかできないタイプ、広く浅く何でもまんべんなく片っ端から手つけるみたいなね。広く浅くっていうのはね、そんな感じなんですけどね。いやその作品賞が取れるってすごいっすよね、実際。作品賞が取れるっていうのはすごい。確かにこう文学的に、文学的っていうか作品的にですよね、やっぱりね、こうただ「はは面白かった」とか「こうひひひあははは」とかっていう感じじゃないっていうか、やっぱ作り込んであるなっていう映画っすよね。1位になれるかどうかちょっと分かんないですけどね、他のやつ見てないから。いろんなものが詰まった映画でしたね。3時間はでも長いな。もう時間を持て余すってことはないけど、それも長いっすよね、やっぱりね。作ってるとどうしてもあれも入れたいこれも入れたいってなる気持ちはよくわかるんですけどね。自分で動画作ってもすぐ1時間いっちゃうから、ね、作ってる方はね、なんか全然あっという間に時間が経っちゃうんですけどね、見てる方はちょっと長いっていうね、そういうところですけど、3時間が長かったっていうわけではないけど、まあでも世界に認められるってすごいですよね。勉強になりますね。アカデミー賞もね、韓国の人が去年も取ったし、今年もこうやって日本からのノミネートとかあるし、いろいろアカデミー賞的にもね、やっぱりこう文学作品っていうね、その作品を入れたいんでしょうね。偏見なしにアジア人でもノミネートされるようになったってことがすごいことですけどね。映画の世界もご多分に漏れず牛耳ってるのはユダヤ人、アメリカを牛耳ってるのはユダヤ人、本当すごいですよね。それでやっぱりアジア人も食い込んでると、褒められるっていうのがすごいですね。会場でもすごかったですよ。シーンとして、シーンとして見てたっていうか、字幕日本語で、ほとんど日本語だから。字幕で英語が出てくるんですけどね、みんなそれをこう、まあ、読み入ってるっていうんですか、シーンとして200人ぐらいいたんですかね、どうなんでしょう、なんか映画に入り込んでましたね、見てる人、シーンとしてた、すごいな。
いすゞの2トン車、新車っすね。箱ピカピカじゃないですか。ちゃん、余韻に浸ってるじょ、お邪魔しました、うん、ニコニコ、気をつけて帰ってくださいね、うん、ありがとうございますすいませんね、タラ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 と脳が聞こえてますけどはるちゃん、またね、バイバイ。はい、ありがとうございました。
そうですと、ライバーのボビちゃん、それでは本日これにて、お疲れ様でした。タコのイボイボ、お疲れ。おーい。エリさん、お疲れさんです。ドライブマイカー見て、ちょっと、いろいろシーンと考えてます。そんな感じでございました。そんじゃ行きますね。また明日でございます。ゆりさんもご安全に。どうも。